はい、皆さんこんにちは、蒸し岡です。本日はもう11月に突入しました。もう SNS とかでは昆虫シーズン終わったんじゃないかと言われてるんですけれども、まだまだ蒸し岡には見たい虫がたくさんいます。ということで、ちょっと自分の目でちゃんと本当に昆虫のシーズンが終わったのかを確かめていこうかなと思います。いや、今日も新しい昆虫に出会えるといいな。時間はね、今お昼の1時過ぎです。夏だとこれぐらいの時間は暑くて昆虫が逆に草の陰とかに隠れてるんですけど、秋は日が照らないと昆虫の体温が上がらなくて昆虫も活動しないんですよね。だから日陰よりは日の当たるところを中心に昆虫を探すと見つかるケースが多いです。ちょっとカメラ向けたら泣き止んじゃったけど、ササキリが鳴いておりました。綺麗なススキ畑、こんなになっちゃったのか。そう、実はね、さっき言った今年虫岡がまだ出会えてない虫っていうのは、俺車バッタを探したかったのになかなか機会がなくて来れなかったんですよ。ちょっともう11月に入っちゃってシーズン的にはもう遅いんですけど、ギリギリ生きてる可能性があるので、ちょっと車バッタを探してみたいなと思います。このシーズンに残ってるのは、お、跳ねてるな。バッタは跳ねてはいる。すげえぴょんぴょん言ってるけど全員イナゴやな。まあ、あと土イナゴも出てくるんだろうけどな。あ、おったおった、ほら早速おったよ。土イナゴですね。こいつは成虫越冬やからこのまま冬を越します。寒いの頑張って耐えろよ。また来年会おうな。さあ、やっぱりまあ秋のイナゴっていう感じのラインナップだね。さすがに車残ってないかな。そう、昔昆虫すごいぜっていう番組でカマキリ先生が殿様バッタを探してる時に車バッタを見つけて、なんだよ車バッタかよって言ったんですけど、実は殿様バッタよりも全然車バッタの方が今生息地少ないんですよね。殿様バッタよりも環境開発に弱いとされてて、車バッタが生存している環境を守り続けないと車バッタって今どんどん減ってるんですよね。2年前にこの草むらで車バッタを見たので、まあ時期さえ会えば出会えたんだろうなとは思うんですけど、さすがに。おお、マジか、みんな見て。いや、バレてるバレてる、そんな歩き方してもバレてるよ俺には。やっぱ臆病やな、野外のカマキリって。国産の腹広ですね。この地域ではまだ胸垢見かけたことがないんで、このまましっかりこの公園で繁殖してほしいですね。はい、ごめんよ。ほい。バレてるバレてる。全員小羽イナゴと少量バッタもどきやな。あとたまに土イナゴ。もういねえかな、さすがに。ちょっと場所を変えます。ヒメクダじゃん。おった、さて第2ポイントにやってきました。
ったけれども、バッタはいっぱい飛んでるけど、今視界に入ってるのは全部少量バッタもどきと、あとはおんぶが少々いるかなって感じだね。いや、ちゃんと夏の間に来るべきやったな。夏のバッタやと思ってたな。こんなにシーズン長いとは。うわ、すごいすごい。そんな草原で少量バッタもどきを待ち構えてる大釜ちゃんだね。おお、めっちゃ嬉しい。この公園で初めて見た小釜じゃんこれ。あー、立派な小釜ちゃん。ほーら、ちゃんと目玉模様もついてるコカマキリや。わー、嬉しいな。すごいな、今日もう腹広とオオカマとコカマに出会ってるやん。多分この公園にいるカマキリには全部出会ったよ今日。この子が生き残ってるだけでもちょっと嬉しいな。ツユムシや。びっくりした、マジか。車バッタを探し終えて帰ってきたらオオカマキリついてんじゃん、カバンに。いや、多分日当たりがいいからここで日向ぼっこしてんのやろな。だいぶ弱ってそうやな。元気でな。よたよたやな、もう。でもさあ、じゃあどうしよっかな。田んぼの脇でずっとおったけど、おったしてない鈴系とか探してみよっかな。あ、鈴っていうのは簡単に言ったらちっちゃいコオロギですね。スズムシをちっちゃくしたみたいなやつがいるんですよ。いた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 。ちょっと待ってな。ちょっと取るわ。あかんわ。よし、よし、取れました。これは何鈴だろうか。おった。そういえばね、夏休みスペシャルのライトトラップの時に、ライトトラップに来てた鈴をなんでか知らんけど俺映像にし忘れてるから、この機会にどうぞ。マダラスズじゃないかなこれは。おった。ちっちゃいからいつもちょっと追っかける気が失せてたんですけど、ライトにやってきました。いったな。というわけで今日はこんなもんかな。というわけでね、11月頭の昆虫採集はこんな感じにしようかなと思います。まあ別にいる昆虫は確かにいます。カマキリとかはまだまだいるけど、まあでもいろんな種類が見れるっていうような環境ではもうなくなりましたね。秋の終わりに出てくる昆虫が数種類生き残ってるっていう感じだと思います。まあ、まだまだお天気のいい日にはそういった昆虫たちに出会えるんじゃないかなと思うので、皆さんも昆虫採集行ってみてください。というわけで、無償化でした。ありがとうございました。いや、今帰ってきたら天井に白帯の名がおるやん。おった。タナボタおったですな。さあ飯食おう。どんなに抱きしめても人も容易く